ステンドグラスに描かれたバンドーム伯爵夫人、イザベル・イザベル・ド・ボーボーまたは、イザボー・ド・ボーボーは、バロア朝時代フランスの貴族女性。シャンピニー及びラ・ロッシュ・シルヨの領主。王家の連首の一人、バンドーム・ハクジャン八世に嫁いだ。ナポリオー、ルネ・ダンジュの重臣、ルイ・ド・ボーボーと、その最初の妻で、ドレーヌ公国貴族出身のマルグリット・ド・シャンブレーの、間の娘。 ルネダンジューは、ドレーヌ行為継承問題で、自身の立場を有利にするのに苦心しており、ドレーヌの貴族層との良好な関係を演出すべく、詩人、アラン・シャルティエが、オルレアン公爵夫人に検定した詩集の詩の中に、自分の家族に加えて、ボーボーの妻と娘、イザベルを登場させている。1454年11月9日アンジェにて、バンドームハクジャン8世と結婚。 マニハチ氏を設けた。末娘の出産に際して、死去、意外は、バンドーム伯爵家の母廟であった、バンドームのサンジョルジュ三次会協会に葬られたが、この墓は現在は失われている。イザベルは、カトリーヌ・ド・メディシスの非婆、ブルボン・朝の海祖アンリ四ン世王の元祖母にあたり、特に後者の事実を重んじた、ブルボン・朝の王たちにより、ボー,ボー家は王のいとこの称号を認められた。 ありがとうございます。